足でナイスレシーブ。足技もできたフランスが日本に勝利です。鹿児島にファン2500人が集結。世界バレー2大会連続メダルに向け、マレメジャパンが始動しました。今年初の紅白戦では地元出身の2人が猛アピール。シンナビリサが高速スパイクを決めれば、迫田沙織も負けていません。一瞬のレシーブを見せると、今度はこちらも鋭いスパイク。世界の頂点へ鍵を握る2人に注目です。あまりこういう機会もたくさんあるわけじゃないので嬉しいです。今年のテーマが世界一にチャレンジということなので、どんどんチャレンジしていってしっかり成長できるようにしていきたいと思っています。この後ラグビー日本代表